おはようございます。今日はこれから髪を切りに行きますよ。と私がねこれから行くところは私が昔行ってた美容の学校に行って髪を切りに行きます。で、私のお友達がまだいっぱいいるから、その中の一人の子に、そう、その一人のお友達に髪を切ってもらおうと思います。なんか髪伸ばしてたの、私髪伸ばしてたから、私髪伸ばしてるからあんまり切りたくないんだけど、ちょっとこうザラつきがありすぎちゃうから、だからあれだね、その揃えるっていう感じで、あとねブロンドパートあるじゃない、金髪のパートをできれば多めになくしたいんだけど、っていうのもすごい傷んでるからまだね、だからそのパートをまあ落としたいっていうのと、あとそうだな、息が白いんだけど、そう、そのパートを切り落としたいのと、あと、まあ、バランスよくして、後ろは伸ばしてるから、このさサイドと後ろのパートあるじゃん、あれが結構難しいんだよ伸ばすときに。だからもう今結構伸びてきてるから、あんまり短くしたくないんだよね。着いたっていうか、学校に通ってた時10分で着いたことなんてなかったのに10分で着いた。じゃあ行ってきます。帰ってきましたよ。どう思う、このヘアカット、ちょっと栗みたい、マッシュルームみたい。お友達をブッキングしたんだけど、なんかちゃんとブッキングされてなくって、私が行った時ダブルブッキングされてたから、彼女が、だから他の友達が切るんじゃなくて私の先生だった人が切ってくれました。そう、だからラッキーだったよね、正直。まだ私が行ってた時にいた生徒たちがいっぱいいて、すごい楽しかったです、いろんなこと喋って。そう、もうこんな感じでヘアカットしました。美容の学校は、美容の学校はすごい安いんですよ。ヘアカット12ドルだし、例えばハイライト入れるのとかも30ドル、35ドルだったかな。そっから、まあ、ハイライトの入れる本数にもよるんだけど、とか結構値段が安いのね。で、私はどの子なら信用できるかっていうのは、もう自分が学校行ってた時から一緒だからわかるじゃん。だから、まあいいよね、そういった意味で。美容の学校はお手軽だから。こんな感じで切ってもらいました。サイドはあんまり切りたくなかったの、伸ばしたいから。ていうか見てこれ、すごいショートカットにしたくって、ショートカットにしたんじゃなくって、一番初めにもう髪の毛が傷んでたから、もう一からやり直したくって、健康な髪にしたかったから切ったんだよ。だからね、長さはあんまり変えたくなかったの。でもちょっと上がちょっと長かったから短くしたくってみたいな
だからサイドは長いんだよ、こんななので、耳にかけれるようにしてみたいな感じですわ、みたいな感じですわ。さっきお家に帰ってきました。今11時半なんだけど、お昼ご飯を食べようと思って帰ってきたの。でもまだ今ちょっとお仕事してます。お昼を食べますよ。風邪気味まだ。これからお昼を食べます。で、私が食べるのは昨日ココナッツスープを作ったのね。カリフラワー一玉全部ちっちゃく切ったやつ入れて、あと玉ねぎと人参とあとズッキーニとあと何入れたかな、豆があったら入れたいと思ったんだけど豆がもうなかったの。マッシュルームも入れたいと思ったらマッシュルームもなくって、だからそういう感じで、まあ冷蔵庫に余ってる野菜とかあと芋も入れたね、まあ、入れられるもの全部を入れた、ココナッツスープがあるんですよ。でそれにこれから今マロニーを茹でてるんだけど、マロニーさんこれを入れて食べようと思います。でそれに昨日の夜の残りのサラダがあるのね。でドレッシングも自分で作ったの。ドレッシングは見せようか、これが残りのサラダ、ただのレタスにトマトとキュウリとあとオレンジのパプリカが入ってます。でこれをドレッシング自分で作ったんだけど、ハメスとレモン汁、オリーブオイル、ガーリックパウダー、塩コショウ、あとマスタードとあとメイプルシロップが入ってるのよ。でこれを混ぜてこの残りのサラダを食べて、でそれにこのココナッツスープまでちょっと冷たいんだけど今温めてるのね、これを食べようと思います。うちは全然ベジタリアンとかもないんだけど、でもベジタリアンのレシピすごい好きだから、週にそうだなお肉食べるのがあって2日か3日ぐらいで、残りはもう豆とかあと豆腐を食べてます。でうちの旦那はまだそれでも、うちの旦那はプロテインやっぱりすごい食べたいから、私がそのお肉クッキングしない日は自分でハム食べたりとか、あとツナ缶を食べたりとか、マッシュルームみたいツナ缶食べたりとか、なんかそんな感じでやってますよ。そうそんな感じ。それこれからランチ食べますよ。今編集を今編集ずっとやってて、このねビデオねずっと作りたかったの。このビデオ長い間ずっと作りたかったので、っていうのもなんでかっていうと、私インスタグラムとかでさやってて DM もらうのよ。大体まあ返せないことが多いんですよ、忙しかったりとかすると。でその内容は結構ねこう悩みとかがあって、でその悩みも結構その種類もあるんだけどさ、割とそうだな、まあなんていうの、自分に自信がないとか、そうだな、人にやきもち焼いちゃうとか、なんかそういう系の悩みがいっぱい多いんですよね。でそういうのをさ DM もらって読んでて、やっぱりこれだけの量の返信になるわけよ。でそうするとこれだけの文を作るって
すごい時間もかかるじゃない。私これだけの分作るのを10分でできる女じゃないから、ちゃんと考えてね、言わなきゃいけないことを言ってみたいなさ、言葉も選んでみたいな感じだったら、もう本当に余裕で2日とかかかる。私の場合ね、育児しながら家事しながらで、こういう YouTube とかもやりながらっていう風にやると2日とかかかるので、だったら返さないで、こういう風にメッセージとしてビデオで、お答えできたらなと思って。で、私がさ、私の言ってることがその人の答えにはならないと思うのよ。私の言ってることが全て合ってるわけじゃないし、その人の思ってることと噛み合わないかもしれないし、まあ、それはそれでいいんだよね。一つの意見として聞いてくれればいいし、それこそね、本当にすごいね、汚い世の中だからね、それだからこう少しでもさ、私の一言言ったことに対言ったことがその誰かのこの重みが取れたりとかさ、誰かのそうだな、こうずっと悩んでたことがスッてこう楽になるみたいな、そんなんができたら最高じゃん。なんか私 YouTube 始めた時にそういう風に思わなかったんだけど、 YouTube 長くやってたらね、なんかこれだけもう人に伝えれるものが私揃ってるわけよね。ビデオ見てくれてる人も、常に見てくれてる人もいるし、新しく見てくれる人もいるし、でそういう新しい人をこう引き寄せれる、新しい人が寄れるっていうの、新しく見てくれる人が寄り道できる、もう場所ができてるわけよね、 YouTube っていうチャンネルがあって。だからそういうさ、悩んでる人に言葉をメッセージとして伝えられるにはものすごい YouTube 始める人、そういう風に使う YouTube を使うっていう意味ではものすごいものすごいいいものですね。面白いことやって面白いことやって10秒のビデオでほら、うんまんとさ、クリック数があってさ、でお金持ちってなる人もいるよ。それもそれでいいと思うんだけど、面白いからその人はね。だけどもうちょっとこういう、なんだろう、私が思っていることだけなんだけど、私が経験したこととかだけなんだけど、それで誰かのなんていうのかな、なんか生活に光がこうパッとこうねさせたりとか、あと若い子たち、今の若い子たち、今の若い子たちの先の将来は私たちにかかってるわけですよ。今のね、大人が今のこれからの若い子たちの将来の責任があると思うから、そうやって私みたいにもう言葉が伝えれる、メッセージが伝えられるものが揃ってる立場の人間は、そういう、そういうのを、そういうこともやっていく義務があると思います。思い始めました。だから、私のこういう話し出すビデオすごい長いけど、必要としてくれてる人がいるから。だから、そういう人に届けばいいなと思ってます。でも私カウンセラーとかでもないし、精神科とかもでもないし、そういった感じの勉強もしたことないし、全部経験と思ってることを話してるだけなんだけど、だから私もあれよ、人間としてまだ全然未熟だけどね。でもそんなにね、ちょっと待って、火を止めるわ。そんなに世の中を
複雑に行き過ぎな人が多い、なんか言葉が下手でごめんなさいね、うんと、そう、なんか寄り道は必要よ、人間ね、生きていくのです。成長するとか経験する上で寄り道って必要なんだけど、こうさ、無駄な心配とか無駄な悩みとかそういうのはただね、自分を傷つけたり自分を、まあ、要は殺してるだけだから、そういうのがなくなればなと思うんですよ。そういうので悩んでる若い子いっぱいいるしね、そういうので悩む大人も多いし、でそれでほら鬱になったりとか、多いと思うの。大人にもそうだけど、もっとこう若い子にもこうリーチできるようにしたいですね。若い子のこう間違った固定概念を壊すというかさ、まあ言いたいこといっぱいあるね。おはようございます、皆さん。お化粧したの。お化粧したのよ。なんかこの髪型にしてから年齢上に見えるかなと思うんだけど、どう思います？私31なんだけど、もしかして30代後半とかに見えるかな、この髪型。まあいいや、これからね、食料品の買い出しに行かなきゃいけないんですよ。行きたくないんだけど、本当に行きたくないな。だって見てよ、この腹。めんどくさい。でも楽しみなのは柿を買いたいのよ。柿がこの間食べたらすごい美味しかったから、柿のシーズンなのかな。柿食べたいから柿いっぱい買って、高いんだよね。1パウンド3ドル99とかするの。あんま高くないか。柿を買いたいの。まあいいや、行くか。今日はうちの旦那の仕事も学校もお休みだから、フローレンス見てくれてる間に行っちゃうと思います。めんどくせえ。こんばんは。これから部屋を片付けようと思います。なんで部屋を片付けようかっていうと、ものすごい汚してしまって、なのに明日アイラッシュエクステンションのお客様が来るからです。ここもう動かさないことにしました。こうやって常にセッティングしてればメイクアップのチュートリアルを簡単に撮れるから、これはもうこのまま動かさないことにしました。で、これが私のラッシュエクステンションのやつたち。これも物が乗っかってるか片付けないとだし、あのね、クリスマスの時期だから、アマゾンからとか、あとターゲットからいろいろ子供用のプレゼントが届いてるんですよ。それをこの部屋に隠してるの。まあ隠してない、分かってるけどね、なんか来てるって子供たちは分かってるけど、でもこの部屋にあんまり入れないから、あの子たちはでここに入れてるんだけど、だからもうものすごい量のものがこの部屋にあるんですよ。でもう私のラッシュエクステンションのお客様は長く来てもらってる人だから、長く来てもらってる人たちだから、なんていうのかな、もう慣れてるっていうのだけど、さすがにちょっとね、こう、本当ごちゃごちゃしてるからちょっと片付けようと思いますよ。 OK。 でこれのライトとかこういうセッティングあんじゃん、ディーバライトとかテーブルとかで、その他に最近
やっとあれを買ったんですよ。バックドロップ。バックドロップを買ったのね。だからそれをもう組み立てる予定。よしやろう。うわーもうすごいよ。すごい量だよ。あのさ、あの美容学校に行ってた時のあのものとかもあるので、なんでこの美容学校のやつ片付けないかっていうと、あの私あのなんだっけ、実技試験の日程待ちなのよ。実技試験待ちなので、その実技試験を受けるために、その私が学校で使ってたやつをごっそり持っていかないといけなくって、だからもうなんていうのかな、あのもうハサミとかそういうドライヤーとかなんていうの、日常使うものとか、もしくはその自分の仕事用、あの写真撮影とかがあった時用にお客さんに使えるようにもう分けたいんだけど、でも一応テスト用に置いておかないとごちゃごちゃになっちゃうから、それもね、それもあるから場所取ってんだよね。そう、これがその学校のテスト用のスーツケースなのね。2つあるの、2つで、このスーツケースは私のメイクのお仕事用のスーツケースで、でこれはもうカメラとか、あ GoPro とかドローンとかチャージャーとかレンズとか、なんかそういうのがいっぱい乗っかってるわけよ。どっから手つけようかな。あのね、この家は3ベッドルームあるんだけど、収納する場所がやっぱ少ないよね。なんかそれでどうしてもこう、この部屋にこう全部ッって集まってきちゃってるわけよ。それがね、汚してる原因よね。私のパソコンのケースです。昔昔お友達が誕生日プレゼントにくれました。まだ使ってるよ。リツ、this is squeaking. It's okay. You definitely gotta get a better table. Ooh, nice lashes. Are you sure you want me to, put them on? No. Maybe tomorrow. Maybe tomorrow? Okay, lay down. Beep! That's so funny.
That's how you handle your customers? No. I will put like a really short one. Wait, I'm about to go. Huh? About to leave. No. Yes. This one. Can you come put on eyelash extensions? No, I'm too tired. I'm not gonna put any like iPad or anything. Dad? What, you gotta still to do the password? Oh my god, this is so funny. No. How many did you put in? Just one. That's it? Only one? It feels like it's 30. I would not be doing that shit ever if I was a girl. It's like my eyes are watering now. Stop. Oh my god, this... Hey, hold on. Come back. I just did one. That's it? Yeah. Dude, this is crazy. It felt like it was 30. Well, I was taking time and then also I was filming you, so... My eyes are watery, man. What? You got to unlock it. Why you got to unlock it every time? Come on, Sony. My hair is ruined. こんにちは、皆さん。あのね、さっき、ニュージャージーのマンハッタンの真横にある三つ輪っていう日本スーパーマーケットに行ってきたの。で、何を買ってきたか見せようと思って。ね？はい、お帰り。私がああいう日本の食料品屋さんに行くと気をつけて見てるのがこの化学調味料不使用とかあと有機とかそういうのですね。でこれは稲荷の皮、化学調味料不使用と書かれている稲荷です。これは多分子供たちがお弁当とかに持っていきます。じゃん。でこれあと日本産とか、あとこのさ、これ有機マークって書かれてるんだけど、ジャスのマークとかそういうの結構見てます。お待たせ。なんだっけ。あ、そうだ、これ。で、これは切り干し大根です。有機と書かれている切り干し大根。マミー、はい。はーいってね。はいはいって。はいっていうのね。あとこれは、なんだっけ、こんにゃくです。こんにゃくです。煮込んでやろうと思って。はい。あんまりこういう、なんていうのかな、こう、料理、こう、入れて炒めてすぐできるみたいのはあんま買わないんだけど、これは有機と書かれたので買ってみました。これがチンジャオロースのやつと、これが何、肉豆腐だってね。有機肉豆腐の素、無添加、化学調味料、タンパク、加水分、なんとか、着色料、なし。いいですね。じゃん。で、あと、いつも買うこのブナシメジは、オーガニックのブナシメジは、2つで3ドル99だったから買ったの。じゃん。あと、なんで今日、その三つ輪に私がどうしても行きたかったかっていうのは、ふりかけを買いたかったのね。で、ふりかけもオーガニックのはあんまり見たことがないから、無添加のものでふりかけじゃん。あとはなんか旦那が職場の人に持ってきたいからとか言って、こうやってなんかチョコレートとか
買ったのよね。そんな感じよ。あと美味しいベーカリーがあるの。そこでこれはオニオンチーズブレッドだって。こういうカットして食べるやつ。これもオーガニックとかじゃないけど朝ごはんになると思ってこれも買いましたよ。そう、そんな感じ。うんとね、いつも三つ葉に行くとすっごいお金使うんだけど、今回はほんと100ドルぐらいでした。あんまりあの使わないようにして。キャメロンね。うちのね娘キャメロンって言えないの。まだカムロンっていうのね。もうね最近はあんまりこう必要じゃないものにお金使わないように心がけてるんで。っていうかさ、3人目生まれるんだもん。ちょっと本当にね、気をつけないと。何を買うか、何をが必要なのかっていうのをちゃんと見極めていかないと。で、誰が見極めるって、私じゃん、この家の中で。私が見極めないとダメじゃん。だからさ、そんな感じよ。 OK、 もう疲れたからもう終わり。はい、あと欲しいも、娘がずっと一人で食べてた欲しいも。これさ、中身何入ってるかって書いてあるじゃない、後ろに全部。そしてさ、スイートポテトしか書いてないのよ。無駄なもの入ってないってこと。The storms we chase are leading us